俺イケメンになるぞ。ゆうた、おじちゃんだぞ。仕事だからしょうがねえだろ。いつから決まってたと思ってんの？お前が連れてってやればいいだろう。一日ぐらいどうにかなるって言ったの自分じゃないの？もっと笑いベロベロバー！もういい！いや！いい加減にしろよ、でかい声出すな。あなたいつもそう、ゆうたのこと全部私に押し付ける。何言ってんだよ、お前は母親だろ。こうやって全部押し付けないでよ。何やってんだよ、お前。お前の実家の借金払ってるの誰だと思ってんだ。なんでそういうこと言うの。ああ、もうこの際言ってやるよ。お前の実家の連中は二言目には家族だ、絆だ。あ？だから俺が払うのか。あんた病気になったんだからしょうがないでしょ。金借りる時だけビンビンしてんじゃねえかよ。だお前らと話してるってのはイライラすんだよ。うるさい。大体そんなに金がいいんだろ。あいつだろ。うるさい。お前の弟にでも払ってもらえよ。もうお願いだから黙ってよ。もしもし、おじちゃん。なんだよ、ゆうた。お前ダメだろ、勝手に携帯使っちゃ。いや、今仕事中だから。おい、新卒。あ、すいません。だから何やってんだよ。せっかくコンセンサス取れたんだからよ。リスケなんてシャレになんねえぞ。いえ、大丈夫です。ほんとかよ、おめえよ。今日の案件、クロージング取れないとオンスケにならねえからよ。もっとドライブかけるつもりでな。はい。わかんねえよ、ボケ。おい、早く来いよ、バカ野郎。はい、すいません。誰かには言っといたから、多分大丈夫。ごめん、あとさ、マサル、ユータにはあの人のこと。分かってるって。じゃあ後で。朝ごはんできるから。ちょっと何これ。朝ごはんだって言ってるでしょ。なんで余計なことするの、バカ。ちゃんとエスカレしろよ。ログ取っておけっつったろ。はい、本当にすいませんでした。はるかさんはいるんですか、はい、彼氏。いないですよ。はるかさん美人なのに。またまた。あ、今日のチケットありがとうございました。友達のお子さん喜んでました。ママ行きたくない。いい加減にしなさい。今日大事な用事があるって言ってるでしょ。すいません。せっかくアサインしたんだからよ、はい、早くクロージング取れるようにフルコミットでな、はい、大丈夫です。できれば今日は仕事の話はなしで。
はい、行ってきます。失礼します。お疲れ様です。友達か。よっ。10分遅刻。悪い悪い。てか話中だったぞ。誰？仕事先の人。広告代理でも大変だな。ま、うちの会社もリスキーだけど。ちょっと遅れただけじゃん。ねえ、2ヶ月ぶりに会うんだよ。なんで今日なわけ？ゆうた可愛がってたろ、赤ちゃんの頃は。前は幼稚園だったし、会いたいだろうなって。ああ、まあ夕方までだからさ、ちゃちゃっと終わらせてその後飯でも行こうよ。私今日の夜予定あるから。え？関係もありまして、やっぱり子持ちの方はね。そうですか。ごめんね奥さん。あ、じゃあまたご縁がありましたらお願いします。またお願いしますよ。失礼します。ゆうたくん大きくなったね。そうだ、お姉ちゃんね、ゴーレンジャーの知り合いなの。ああ、そうそう、遊園地でそのゴーレンジャー。ゴーレンジャー、ゴーレンジャー好きだろ、確か。あ、本当？あ、じゃあ楽しみだね。おじちゃん。ゆうた、お兄ちゃん。何それ、今さらおじちゃんでしょ。あ、この年でおじちゃんはねえだろ。最近グローバルなんだし、これからはお兄ちゃんで。おじちゃんだよね、ゆうたくん。だからお兄ちゃんだっての。え、何してんのさっきから。まさかチケット落としちゃった。で、かわいくね。まあなんとかなるだろう。はるかのパワポスでコンセンサス。ちょっと仕事先の人に無理言ってお願いしたんだよ。パワポスなんかできるわけないでしょ。ゆうたくん、ここ何？ん？あ、この神社？あ、何？知ってんの？ここ前に来たことなかったっけ？そうだっけ？あ、大学の時。え？ゆうたくんが赤ちゃんの時、確か縁結びの神社だって。おむすびの神社？あ、ちょっと違うかな。神様にお願いする場所。暇だし入ってみるか。え？ちょっと、小学生が喜ぶわけないじゃん。これはね、
絵馬って言ってね、神様に書くお手紙。ほら、ここにお願い事書くの。ほとんど妄想だけどな。夢ないよね、おじちゃんはね。おじちゃんって呼ばない。いいか、夢なんてのはな、自分で努力して叶えるから価値があるんだ。はい、その通りです。お前みたいにな、すぐ、はいはい、やんの。うん。もういいよ。できた。あるか。結構でーす。なんかね。ね、戻って。はい。ごめん、ちょっと仕事の電話。ああ、なんだ。あれ、ゆうたマサルに面倒見てもらってます。そっか。灰皿。幸子、あまり時間がないんだよ。すみません、せっかく用意していただいたのに。そんな大したもんじゃないですから、僕から言っておきますよ。もう本当にすみません、本当バカなんですよ。もう自分で言っといて、抜けてるっていうか。ごめんなさい。いやいや、仲いいですね。そんなことないです、友達ですから。そうですか。あ、すいません、撮影始まりそうなんで、夜7時に六本木で。一旦失礼します。はい、失礼します。お兄ちゃんだっつってんだろ。お家でご飯食べる。え？うちはまだダメだ。もう帰る。あのな、ゆうた。お待たせ。おせえ。ごめんごめん。あ、でもチケットなくても大丈夫だって。さあ行こっか。ゆうたくん、遊園地だよ。やだ、お家がいい。だからダメだっつってんだろ。帰る帰る帰る。お前うるせえよ、わがまま言うな。ほっとけ。何よその言い方。言い方ってお前さ、どうなってんの。今日の用事って何。そんな風に聞かれたら言いたくないんだけど。 ありえねえ、逆切れかい。意味わかんない、そっちが勝手に切れてんじゃん。だからさ、
今日の用事は何だっつってんの。俺は関係ないでしょ。関係あんの。お前今日ずいぶん化粧濃いじゃないかな。香水だってちげえしよ。何よそれ、今までそんなこと一度だって気にしたことないくせに。だったら言うけど、そっちこそどうなの。何が。最近ろくに連絡もしないでこういう時ばっかり。何言ってんだ、お前は母親だろ。だから忙しいっつってんだろ。私はマサルくんの何なわけ。適当に都合いい時ばっかり呼び出して。おい、これ全部足をけないでよ。何やってんだよ、お前。私、ホモさんじゃないんだよ。お前、だからって浮気すんのかよ。何それ、最低。ねえ、おじちゃん。うっせえな、お前、黙ってろ。お供に当たんないでよ。チケット落としたのマサルくんでしょ。イライラすんだよ。うるさい。お前、いつもそうやってうるさいにするよな。だから私のせいにしないで。大体そんなに金がいいんだから、うるさい。お前の弟にでも払ってんだよ。お前だってそうじゃないか。じゃあ明日アライアンス先のピックアップエスカレできる？クライアントにコンセンサス取らねえといけねえからや。大体お前よ、プランの意思ちゃんと押さえてんのか？ああ、だからさ、プライオリティの付け方が間違ってんだよ。オプチュニティだからお前もそろそろイニシアティブ取ってさ。あ、すいません。してくれよ。はい、すいません。それは大変失礼しました。もう今日疲れてんだよ。以後気をつけます。しょうがねえじゃん。申し訳ありませんでした。悪い仕事。お前話聞いてんのかよ、さっきからよ。なんとか言えよ。タグミスばっかりでさ、お前。お前さ、やんの？うん。何のために働いてんだよ。え？だから何のために働いてるんだって。なんかあんだろ、出世とかさ、女とか。なあ。すいません、失礼します。あ？ゆうたくん、ごめんね。その…ごめんなさい。なんで喧嘩するの？え？
嫌いなの？わかんない。なんでかな。おじちゃん前はね、あんなんじゃなかったの。バカで不器用だし抜けてるし。けどすごくまっすぐでさ、みんなのこととっても大切にしてて。おじちゃんなんか嫌い、怒ってばかり、助けてくれない。でもね、ゆうたくんが生まれた時、おじちゃんすっごく喜んでたんだよ。弟ができたみたいだって。おじちゃんだぞ。おじちゃん、いいんだよ、そう呼ばれたいんだって。ゆうた、ゆうた、ほら言ってごらん。おじちゃん、おじちゃん。俺の顔見て笑ったぞ、すげえ。ゆうた、おじちゃんだぞ、ほら、ゆうた。もっと笑いベロベロバーユータ、いいかよく聞け。パパは、パパは遠いところに行くんだ。今日ママにさよならしてる。パパさよなら。ユータ、パパに会いたいか。うん、会いたい。そっか、帰ろっか。うん。遅いよ、帰ってくるの。はるか、そのさっきは。うん、おじちゃんだ。うん、おじちゃんだね。ん、何、鼻血出てる。え、うわっ、もうほんとマジで。お前早く言えよ。いつから。なんだっけ、帰ろっかのあたりからが、もうこうツーッとこう、もうって笑いこらえるの大変。はるかのせいじゃんか。ごめんって、ごらん。早くティッシュティッシュも。拭いてあげて。ちょっと止まんねえ。うそ。ちょっと、うわ、赤。いや。ありがとう、ありがとう。あ、もうちょっと鼻に出てる、出てる。お前甘いんだよ。まあ、努力、努力って、努力は誰だってしてんだよ。あ？お前勘違いすんなよ。まあ、努力をするから結果があるんじゃない。結果を得るために、どう努力するかなんだよ。なあ、お前分かってんのか。お前一人の稼ぎでユータとやってけんの。ねえ、お前パートの時給いくらか知ってんのか。お前何も考えてねえだろ、お前。なあ、あ？なんだよ、今度はだんまりかよ。そういうとこお前の死んだ両親にそっくりだな。勝手にしろよ。だから嫌なんだよ、お前たちの家族は。鳴ってるぞ。最後に一つだけ聞いていい？あなたはもう、ユータを
あの子のことを愛してないの。ユータは私が育てます。あの子は私の子供です。ただいま電話に出ることができます。出ろよ姉ちゃん。いいだ、もういいよ。お名前。で、もう済みました。これから会社に戻ります。はい、あ、ご迷惑をおかけいたしました。あの高助、ユータ、いいよ。もしもし。え、取れんの？え、パパ。え、誰？わかんない。あ、じゃあ誰なのかな。え、僕誰？僕。あ、よし、わかった。ユータ、貸せ。ただいま、電話に出ることができません。P という発信音の後に、お名前とご用件をどうぞ。ユウ、あのな、心配すんな。また会えるから。パパ帰ってくるの？俺はな、冗談言うけど嘘はつかない。パパはな、ユウやママのためにお仕事してるんだ。パパも頑張ってるんだから、ユウタもいい子にして待ってないとな。そしたらまた必ず会えるからな。うん、おじ、お兄ちゃん。いや、やっぱおじちゃんでいいや。うん、そっちの方がなんかいい。うん、おじちゃんの方がいい。私も世話のかかるおじちゃんだけどね。なんだよそれ。あー、腹減ったな。家帰ったら飯だな。
おかえりなさい、ゆうた。